まずはプロンプトを入力します。あなたは世界最高の文字起こし業者です。文章の内容から判断して最高の構成をしてください。次に自分の発表をテキスト化したものを貼り付けます。今回は私のボイシーの放送をテキスト化したものを使います。音声認識で私の名前が間違っているのでそこだけ修正します。よかったら送信をクリック。これで発表原稿ができました。次にこれを配布用のレジュメにします。プロンプトを入力、送信をクリック。なかなかいい感じでレジュメができました。次にこれをもとに発表スライドの案を示してもらいます。いい感じでできました。今のところチャット GPT から直接 Google スライドのファイルを作ることはできないようなのでガスを作ってもらうことにします。スクリプトを作ってくれました。示された手順に従って Google スライドを作ってみましょう。まずはコードをコピーしておきます。 Google スライドを作成、拡張機能をクリック、 Apps スクリプトをクリック、無題のプロジェクトをクリックして適当な名前を入力、エディターにコピーしたスクリプトを貼り付けて保存をクリック、実行をクリック、権限を確認をクリック、アカウントを選択して詳細をクリック、安全ではないページに移動をクリック、許可をクリック。エラーが表示されました。エラーをコピーしてチャット GPT に聞いてみましょう。新しくできたコードをコピーして、古いコードを削除、新しくコピーしたコードを貼り付け、保存をクリック、実行をクリック。プレゼンテーションが作成されたようなので、ドライブを確認してみましょう。2つできていますが、一方はエラーが起きた時のプレゼンテーションです。タイムスタンプが新しい方を開いてみると、チャット GPT が提案してくれた構成で Google スライドができています。あとはこれを手直しすると発表に使えます。 PowerPoint のファイルが欲しい場合は発表スライドの案を作成した後にこの内容で PowerPoint ファイルを作ってとプロンプトを入力しましょう。PowerPoint のファイルのリンクが表示されるのでダウンロードして開いてみます。提案された構成の PowerPoint ファイルが作成されました。あとはこれを編集して発表しましょう。今回の手順通りやっても同じ結果になるとは限りません。うまくいかないときはチャット GPT と対話して解決していきましょう。超絶簡単です。